続いて、はい、おお、あ、来ましたね、須田さん、はい、有料喫煙所、好きやな、タバコネタ。この番組ですから、須田さん一緒で毎回タバコネタやな。いや、虐げられてるんで、いやいや、常にね、目立っていこうと思って、まあ、確かに確かに、でもね、これ、うん、これね、ビジネスチャンス見つけたんですよ。例えば東京都庁って、岡田さんね、はい、敷地どこもタバコ吸えないの。都庁ね、都庁の建物の中もどこも吸うとこないんですよ、うん、はい、ね、でところがですね、東京都庁って1日の来訪者が2万人を超えるんですよ。あ、都庁、あ、来訪者ね、いろいろと、うん、都庁の職員って4万人いるんですよ、はいはいはい、合計6万人でしょ。6万人、はい、でそうすると、ね、日本の喫煙率って、はい、20%、 あ、今 20% ぐらいですか。 約、ね、20% 弱かな、はあはあ、そうすると1万2000人が6万人の1万2000人、もうイメージしてくださいよ、うん、あの都庁の建物の中でタバコついて、タバコついてとどこみたいな、なりますね、なる、なるでしょ。ケイスケさんもタバコ吸う。吸わないです。吸わへんのかい。あの、ね、何の同意やん、あれ、ハマキ吸うの。そうそう、ジャイアントババやな、本当に。いやババさんクラスでハマキ、まあちょっとハマキ太いのから細いのから、あ、はい、シガリロみたいな、で簡単シガーというか簡単に吸えるじゃないですか。なるほどなるほど。で奥さんにしたんだけども、あの海岸で吸うんですよね、海岸ですよ、ね、はい、海岸で、それがまた素敵なんだって。あ、素敵、ええ、何の話やそれ。何の話や。いや、それで1万人以上はちょっと吸いたいと思ってる。でそうするとですよ、まあ全員が全員お金出すとは思わないけれども、じゃあどうでしょう、150円、あ、150円、1回、1回150円、有料喫煙所150円、150円で、はい、ドリンク1杯サービスしますよ、紙コップに入れてサービスしますよって言ったら行くんじゃない。行くんじゃないと。あ、確かに、まあ、都庁でね、うん、でそうすると1万2000人は来ないにしても、仮に 10% 来ただけでも結構な金額いきますよ、これ。いきますよ、なります、これ、ね、しかもよ、入り口にさ、お姉さんみたいな水着着た女性がさ、関係ないやろ、有料喫煙所バドガールみたいな、いらんやろ。いや、いたらさ、行くじゃん、また。まあ、確かに、逆に行きにくいっすよ、とんでもさ、逆に、お前、そっち座ってきてやろうって。座るでも行くやろ、僕なんかはね、いや、僕は行きにくい方ですよ、逆に。そう、でそういうラグジュアリー感も演出しつつのですよ、ね、演出して、儲かりますよ。儲かりますよ。1万2000人いるんだよ、1万2000人。わかりますけどね、都庁に店出されへん、こんな。近くにスペースあります、家賃払えるよ。いや、でもそんなに吸いたいんですね、吸いたい人って。いや、吸いたい人、吸いたいですよ、本当に。だから常にどこが吸えるかと探しても。もう最近よく聞きますよ、喫煙者の方はね、そうやって探して。でも昔はタクシーとかでも吸えたんですよね。吸うために乗るみたいな、そういう代替えみたいなのはないんですか今って。今もうどこに行っても吸えないですね。吸えないから。かわいそうですね。お父さんね、結構タバコ吸われるのに。お父ちゃん困ってる、どう？あの値上げよくタバコするじゃないですか。その度に値上げ前に、あの買いだめるんですけど。経済アナリストが買いだめする。やっぱりあの買いだめっていうと皆さんあの袋いっぱいぐらいイメージしてるかもしれないですけど、まあ、うちの場合軽トラ1台分なんですよ。そんなに、はい、そんなにスケールが違う。でなんかあの僕ちっちゃい頃にあのおもちゃとか僕がよく入れてた押し入れが、はい、ある時全部おもちゃが出されてて、出されて、えっと思って開けたら全部タバコになってた。びっしりびっしり業者みたいになっちゃって。ほんでお父ちゃんいろんな収集癖あるもんな。そうですね、まあミニカーとかも集めてなあ、いろいろあのわざわざルーム借りてな、レンタルルームも。まあでもあれ重すぎて家が地盤沈下して割れちゃったんですよ。悪いのか。確かに昔住んでた家は割れてるんですよ、壁が。地盤沈下で、地盤沈下集めすぎて。おもろいな。だからこの有料喫煙所、これめちゃくちゃね、あのさすが須田さんだと思いました。何か実際ね、実際本当にこれ私も3日前ぐらいに聞いた話、まあ、某 IT 系の大手の会社の社長さんがもうタバコ大嫌いなんですって、はいはい、だけど社員がやっぱり吸いたいっていう声があるから仕方ねえなって言って、スマートロック、なんてスマホとかでピッてやって入る、はい、そういう喫煙所を設けた、うん、有料なんですって。でその度にあのスイカでピッてやって入って、まあ毎回100円だから、ね、はいはいはい、取って吸わせるっていうのを今本当に導入したばっかりだって。なるほど、
これね、穴がち来るなと思いましたね。来るな。で、誰がね、どう吸ってるかも社員が管理できるので、うわ、会社の方としても。すごいな、そういうのも。そうそうそう、いや、だからそういうシステム的なもう行われてるんですよ、だから、アンリー社長どうですか、出資してみたら。いやいやいや、私タバコ反対派なので、もうなくなればいいと思ってるから害でしょ。え、害じゃないですよ。だって体にも悪いでしょ。リラックスして。あ、そうだそうだ。そうです。でもね、タバコはね、そこそ今リラックスおっしゃったけど、はい、精神疾患の患者さんなんかが吸うと良くなるってデータもあったりするんですよ。あるからな。必ずしもね、マイナスだけじゃないのがまた難しいんですよ。タバコの値段もあれになんかいろいろ国鉄のなんか含まれて、まあ、前回も言ってたよ。1本につき1円が国鉄の、旧国鉄の借金に支払われてる。お前たち JR 乗ってるのか。賛成しろ。まあお金払ってくれてるのでまあいいかなと。ちなみにもう倉本ちゃん喫煙。ああ、私も夫も吸わないので、あと気管弱いのであんまり、まあね、吸う人が減ったらいいなと思うんですけど、でも肩身がどんどん狭くなってっちゃってるから、はいはい、こう吸えるとこないないってなってる方見るとかわいそうだなとは。いや確かにね。だからむしろそういうところで吸ってもらった方が、はい、タバコ嫌いの人にもいいんじゃないですか。ああ確かにね。こう住み分けというか、住み分け。ただ先ほど言った本当健介さんとそういうシステムがね、はい、どんどん増えてる可能性ありますよね、はい。さあ、その他皆さん他にもビジネスチャンスが、あるんじゃないかということで掴んでるのがいろいろあるんですね。うわー、いろいろ。須田さんの気になりますよね。気になるよね、ちょっと須田さんの。闇社会で流行している投資方法、これちょっとあんまり怖いわ。いや、ちょっと、ところが、あの流行してるんだけれどもノーリスクハイリターンなんですよ。そんなことあります？ノーリスク、ノーリスクハイリターン。めちゃくちゃ食いついてる。いや、それ投資じゃないですよね。もう怖い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 。いや、どういうことかっていうと、どういうこと？もう最近もさ、どうなんだろうな、あの芸能界でもね、いろいろ問題になった架空投資っていうの、詐欺投資っていうんですか、ポンジスキームって言われている詐欺があるんですよ。年利 30%40% で運用しますよと、ね、もうこの瞬間からアウトじゃないですか。アウトですよ、ね、そんな。まあこれどういう形になってるのかっていうと、たくさんお金を集めてですね、結局運用なんかしないんですよ。ね、でところがですね、配当があるでしょ。いきなり配当ゼロになっちゃうとお金集まんない。そりゃそうや。だから一定程度の期間は配当出すんですよ。だからこのね、ポンジスキームっていうの、詐欺投資をやる人たちっていうのは、原資をね、大体じゃあ5億円これでね、この詐欺話を始めようと、はい、で5億円については、例えば、広告宣伝も打ちますよ、うん、あるいは人集めしますよ、うん、あるいはその配当金、うん、この5億円がなくなった段階で、うん、この詐欺はシャットダウン、終わり、はい、集まったから全部持って逃げるみたいなね、そういう形なんで、一定期間はね、配当が出るんですよ、ちゃんとね、ちゃんと。だからいち早くその投資詐欺を見つけて、そこにお金を出すの。で 1,2 回配当があったら全部引き出して、あとはもう一切お金入れない。いや、そんな器用なことできる？できるのよ。本当にもう。この詐欺食いっていうのはね、結構成功したやつがいるんです。逆に詐欺を食うんですね。詐欺を食う。詐欺食い。なるほどね。もう詐欺と分かってるから、もうその上を行って。そう。だからネット。詐欺の上行って詐欺食い。だからネットで見ていくと、あるいはね、チャットだとか、あるいは LINE のグループ LINE で見ていくと、ここはまだ持つとかね、まだそういう言葉出てきますよ。そういうのを参考にして、 あここいつから始めたんだろう、あ半年前か、じゃあ持つな。どれぐらい、怖いわ。どれぐらい持つものですか、大体あの相場としては。いや、これね、はい、バラバラなんだけども。いや、怖い怖い。だからだから1年は大体持ちます。そうですか。1年、じゃあ半年だとあと半年いけますね。いち早くその情報を掴んでなきゃダメってことですね。いつから始めたのかって見れば大丈夫、ね、だから、でもしやるんでしたら、アンリさんには後で教えます。怖い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 。もうだそうするとよ、だってさ、濡れ手に負うじゃん。いやですけど、リスクが、それをやってた私っていうリスクもありますし、それはちょっとできないな。怖いわこれは。いや、ご意見伺いたいな。ご意見、森永さんの投資について。詐欺食い、詐欺食いって。僕もなんか LINE とかで急になんか変なグループに追加されましたって来て、で、そうそう、そこに500人ぐらいバコって入れられて、うんうん、まさに今みたいなスキームあるからやりましょうみたいな来て、スキーム、ま、当然すぐ削除しますけど、はい、でも多分あの中よく見たらおじき入ってんだろうなって。入ってそう。来ました。怖いな。入ってますね、おじきが入ってる。皆さんのそばにもチャンスは広がってますよ。いや、怖いな。怖い。やめて本当に。ダメダメ。はびこってんですね、怖い。